ってみて、はい、まず率直な感想どうでしたか？そうですね、スタジアム DJ 自体が初めてだったのですごく緊張したんですけど、マックスさんと一緒に会場を盛り上げれたかなと思うのですごく楽しかったです。今日のおすすめのグルメ何かありましたか？メロンパンがすごくもう匂いが、もう会場入ってくる時からも匂いして、ちょっと食べれなかったんですけど子供たちとかも食べてたりしたので、うわいいなって思いました。あとおすすめのグッズとかあればお願いします。それはもう今着ているこのベースボールユニフォームですね。めちゃくちゃ可愛いですよね。売ってますかって声かけられて、売ってますよって言って、お揃いにしましょうって話しました。じゃあ今日はありがとうございました。次はありがとうございました。次は、5月の28日の試合にスタジアム DJ として参戦いたしますので、次は勝てるように一緒に赤くスタジアムを染めましょう。今日はありがとうございました。ありがとうございました。